テイク2 おはようございます。ただいま朝の5時43分です。本日はですね、佐渡市で190キロを走る予定です。オプションの30キロもあるそうです。どうなるかわからないですけど、とりあえず行ってみます。行ってきます。コロナの影響でなくなりましたが、実際佐渡国際トライアスロン大会はここからがスタート地点です。佐渡国際トライアスロン大会は2つのコースに分かれてまして、大里と小佐渡を両方走る190キロコースは A コースで、 B コースは小佐渡のみ計108キロのライドになります。私たちが本日挑戦するのは A コースの190キロです。アップダウンの激しいコースですが、自分に負けないように頑張ります。すごい穏やかな朝です。佐渡市のロングライドですね。実はまだ100キロ以上のライドはこの前の琵琶湖が初めてなんですけど、今回が2回目ですね。先日は、寝不足とかで思った以上のパフォーマンスはできなかったけど、昨日、一昨日もぐっすり寝れたので、今日はもう少しいいとこまで行けるんじゃないかなと思います。ちょっと今日一緒に行くメンバーはものすごく速いメンバーばっかりなので、まず目標はみんなについていくのと、体力温存できるように自分のペースで進めたいと思います。10キロですか、これは。ここで10キロです。アストロマン A コースの10キロ。19分の1。暑い暑い、爽やかじゃない。景色すごく素敵です。今はまだ見れる余裕があるのでたっぷりと満喫したいなと思います。おお、素晴らしい景色。七浦海岸と書いてありましたね。おはようございます。坂が見えてきました。みんなが大好きな昼くらいの。来ました。来ました。
かというと、まだここですか。なんか半分ぐらいくらい。まだ今26キロぐらいですね。ちょっと私押し忘れたので、まだ 24.8 になってますけど。休憩ですか。2つぐらい。休ませてくれ。厳しい。熱いな。行けば休憩になるんですけど、あと19キロあります。もうすでにお尻が痛いです。足に体重をかけない分、お尻に力が入るっていうのかな、体重がかかるので、なんですかね、その摩擦ですごく痛いんです。ちょっと本当マイペースで行きますので、まあだいたい202から28の間のスピードで戻ってます。カッコつけないと。頑張ってます。ありがとうございます。おー、また真っ暗。暑いすぎる。あれだよね、はい、ちょっと写真撮ります。おあれがあれですか。あれが何だろう。二つ画面かな。Z 坂に入るんですけど、見てください、あれ。これ、この Z 坂が終わったら急な下りになりますので、気をつけないとね。はい、頑張ろう。休憩場所の2つ画面まであと13キロです。なんかお腹ペコです。はい、はい。あれ登っていくんですよね。そうそうそう。でもまあゆっくり行けば。恐ろしい。あ、でも交通量が少なくて最高ですね。暑っ。あの上を登っていくみたいです。あんなとこまで登れる自分もすごいなって思う。ただいま8時20分です。よし、頑張ろう。久しぶりのヒルクライム。先輩に教わったのが、12時から3時の間だけに力を入れて、その後回す時にはもう全く力を入れない。それがヒルクライムのポイントらしいです。登っていくポイント。
なんかさ、海沿いなんだけど全然風がないんですよ。なんかすごいもわっとしてて、湿気が、なんだろう、そのあったかい、なんだろうね、熱いベールをまとってるみたいな感じですね。すごく暑い。わあ、すごい綺麗。はあ、あとちょっと、あとちょっと、頑張れ頑張れ頑張るんだ。はあ、はあ、すごい死にそうな顔。ああ、すごい綺麗な絶景。なくなりますね。ありがとうございます。おお、ね、お言葉が出てこない。弱ですかね、地点に着きました。こんな感じです。うん、綺麗。すごい。進まないですね。写真ばっかり撮っちゃう。お疲れ様です。あー、やっと到着しました。一つ一つ二つ全然違うんだよな。プラさんで撮ったのかな。いわゆる、うん、
大野亀ロッジに着きました。どうぞ。